はい、というわけで今回はですね、ご報告がございます。はい、なんとですね、この度、りっちゃんがりっちゃんが個人チャンネル開設することになりました。やったはい、です。というわけでですね、なぜこのタイミングかと言いますとですね、ボンボン TV もですね、チームが大きくなりまして、まあ、人が増えて、まあ、任せられることもね、増えて、時間に余裕ができてきたわけです。なので、このタイミングということで。はい、でですね、これからりっちゃんどうなるのって心配している方もいらっしゃると思うんですが、ご安心ください。りっちゃんは今まで通りボンボン TV に出続けるので、安心してください。安心してください。出続けますよ。はい。というわけで、はい、というわけで解説をお祝いしてですね、りっちゃんからちょっと一言いただきたいと思います。はい、いやーなんかわざわざね、はい、こんなボンボンの方でね、こういうふうにご報告としてね、はい、出すほどのことでもないと思ったんですよ。いや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 。まあ、個人チャンネル作って、はい、なんかもう、なんていうの、私のサブちゃんぐらいな、もうテンションでやろうと思ったら、ゆるゆるゆるって、違う違う、本当に、本当にゆる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 、もう、なんか、めっちゃ面白いって聞いたんだ。いやいや、誰から聞いたんだよ。編集もゴリゴリにしてる。誰から聞いたんだよ。再生回数100万円って言ってたら、いやいや、ボンボン TV 超えちゃるわ。言ってない。いやだからやっぱボンボンの撮影もあるからね、まあ、そっちは優先だから、やっぱそのほら自分のチャンネルの方ももう本当に時間が空いた時にやる感じだから、もう週に 1,2 本とか出せるかどうかも分かんないしぐらいな、あの本当にゆるーく、まあその私は個人ではまだ全然チャンネル名すらまだ今決めてないって決めてないよね。だしやることも別になんかこれとか決めてるわけじゃなくて、なんかまあその時になんかやりたいって思ったこととか、あとボンボンでやろうって言ったら反対されるだろうなっていうようなことを、まあ何やろ、企画とか、まあ企画とかね、もしかしたらやるかもしれないけど、そんな感じでまああのゆるく、あの自由にやっていこうと思います。はい、温かく見守ってください。はい、チャンネル名はじゃあ、ケツアゴーチャンネル。ケツアゴーチャンネル、いや、いいなって思ったけど、絶対何年後か嫌になる。後悔するから、なんかさ、なんかさ、あの、盾とかにさ、入るじゃん。100万人系、ケツアゴーチャンネル。YTFM とかさ、ケツアゴーチャンネル。でも、アゴだけじゃない。はい、面白いな、それ。まあ、という感じですね。まあでもね、いろいろね、こう YouTube、ボンボン TV で結構5年以上、やってるのでですね、いろんなことをとりあえずやってほしいです。いろんなことを挑戦して。はい。まあ、もうやっちゃってください。はい、もうボンボン TV ではできないことを。そうですね。はい。もう僕らはね、応援してるんで。あ、ありがとうございます。ただし、はい、まあね、ボンボン TV にはね、これからも出続けてもらわないと、潜っちゃうよ。いやいや、いや、出続けるって言ってる。はい、というわけでですね、りっちゃんのね、はい、チャンネル名まだ決まってませんが、はい、りっちゃんのチャンネルのチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。それからですね、これからもボンボン TV をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまたねー。またねー。